3、2、1、おはようございます。あ、次ガンちゃん。はーい、行くよニコニコでねニコニコでね。はい、はい、失礼いたしました。さあ、ゼッケン1番、祖父江選手、中京支部。カマキリ死んでました。踏まれてた。ゼッケン2番、後藤選手、中京支部。ゼッケン3番、山本選手、九州支部。ゼッケン4番、澤田選手、澤田仁選手、関東支部。ゼッケン5番、石岡選手、関東支部。ゼッケン6番、澤田慎選手、関東支部。ゼッケン7番、加藤選手、関東支部。ゼッケン8番、富田選手、関西支部。ゼッケン9番、河野選手、中京支部。ゼッケン10番、石川選手、関東支部。以上10名によって行われます A メインの第2ラウンドになります。さあ、この2ラウンド目でですね、祖父江選手が決めてしまうか。スタート1分前、助手はグリッドにマシンを並べてください。30秒前コールで助手は退去してください。はい、スタート直後、クラッシュとご注意ください。それではスタートします。10 9 8 7 6 5 4。さあ、スーパーキバクラス第2ラウンドスタートかかりました。おっと、あ、1台。さあ、おっと、1番がスピンした間にも刺して、2番が前出た。さあ、その間3番が2番手。さあ、ちょっと1番がよれた間に2台に達されていった。さあ、まだ序盤戦、ほとんど離れておりません。スーパーエキスパークラス第2ラウンド。さあ、現在後藤選手がレースリーダー、2番手に山本選手、その差コンマ2秒。さあ、そのすぐ後ろ1コースの祖父江選手。さあ、来てるぞ。残り4分。さあ、インギリギリ通過してる。さあ、レースリーダー現在後藤選手、そのすぐ後ろコンマ3秒差で山本選手、3番手1コース祖父江選手、その後ろに食らいついてきたのが澤田仁選手、トップから1秒差。さあ、1コースが山本選手のすぐ後ろに迫ってきてる。さあ、デルタを通過してくトップグループロータリー。おっと、1がちょっと寄れた。さあ、外周出て、はい、今ホームストレートを駆け抜けてくる。さあ、この周回コンマ4秒、コンマ6秒。残り3分。さあ、後藤選手と祖父江選手のバトルが続く。あと、ここでボディが巻き込んでる。はい、クリアです。さあ、祖父江選手、山本選手のすぐ後ろ追っております。さあ、インを狙ってます。さあ、後藤選手現在レースリーダー、2番手コンマ5秒差。3番の山本選手、そこからコンマ1秒ほど後、祖父江選手が3番手。4番手4コース澤田選手、澤田仁選手、トップから2秒差で、5番手に石岡選手上がってきました。
残り2分。カゴテクは残り2分。さあ、後藤選手が逃げる。おっと、そしてこんな人が大丈夫だ。4番は4番手争い、澤田選手と石岡選手がちょっと接触。さあ、トップグループは相変わらず変わらない。2、3、1のレースオーダー。そして3分4番手グループ3台、はい、4コース、5コース、6コース。さあ、レースの方は残り時間1分ほどになります。レースリーダー後藤選手、ゼッケン2番。残り1分。さあ、残り1分。さあ、2コース、3コース、1コース。さあ、また詰まってきたぞ、この3台。さあ、はい、ありがとうございます。さあ、トップグループがホームストレート抜けてった。さあ、デルタコース。さあ、ロータリー。さあ、コース右サイド。残り30秒。さあ、総合選手インを狙ってる。ホームストレート駆け抜ける、3体。さあ、コンマ2秒、コンマ4秒。さあ、1がちょっと抑えてるか。2番、3番、1番。残り10秒。さあ、ファイナルコース。おっと、接触してしまった。サイバーサイド、ちょっとタイムアップ。ゼッケンのコールがあるまで走行を続けてください。8番、9番、3番、2番、10番、4番、6番、5番、7番。さあ、残り1台。はい、祖父江選手戻ってくれないので、はい、レース終了といたします。祖父江選手リタイアです。いやー、すごいレースだ。今のラッツの後藤選手、お越しください。これは接触の審議でしょうか。もちろんわざとはやってないと思いますけどね。2番、3番、1番。残り10秒。さあ、ファイナルコース。おっと、接触してしまった。これ間違えたら、これ頑張ってもこっちが河野君で、こっちが加藤君。はい、あ、ごめんなさい。高島さんも塗ってて間違えたりしてた。間違えるし、だって絶対塗るとき一緒だもん。この後のスケジュールですね、現在インターバルに入っています。